この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネサンパークダイアリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。この番組では私土井が厳選したドイーネな選手を紹介したり、ホームゲームのドイーネな企画を紹介する番組となっております。早速選手をお呼びしましょう。この2人です。どうぞお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介をお願いします。背番号36番、通信号です。お願いします。お願いします。そして37番森下レイヤーです。お願いします。お願いします。お願いします。まあ森下くんは2回目ですけど、辻くんはついに出ていただきましたけど、はい、辻くんはね、まあ先日ホームゲームでの初出場もね果たしまして、はい、まあこうやっぱキーパーってなかなかね、まあ、ポジション争う、まあ、1人しか出れないから、でも言ってたんよ、やっぱ大変じゃないと、準備があって、いやでもそういう常にそういう準備をしてるってことは大事なんですと。で回ってきたらやっぱりね、無失点にもするし、いい活躍もするし、そんな辻井君がね、ホームゲーム出て、まあ、試合勝ちましたと。で、試合終わったら、まあ、ミックスゾーンという言い方しますけど、その選手が通って、インタビュー、記者の人だったり、メディアの人がインタビューするところあるじゃないですか。で、辻井君、バーって通って、なんか拗ねてんの、外で。どうしたんですか、いや、俺、取材ないんですよ。いやいや、違う。もう一回行こう、もう一周しようって、いやいや、もう一周ミックスゾーン行ってる人いないですよって言ってたんです。もう一周行ったら、なんかで俺がね、もう一応記者の人にちょっと辻ですみたいな、辻に聞くことないですかみたいな、まあ、俺は一応フロントスタッフとしてね、で行ったら記者さんが来てくれて、そしたらもうニコニコでニコニコで、訂正1個いいですか。1回回ったら俺が早すぎて、監督とか の、あの記者会見で誰もいなくて、あ、なるほどね、でもいいやと思ったけど、バス戻ってまたちょっと あるんで、戻ってきてくださいってなったらみんなに迷惑かかっちゃうから、ちょっとまた記者が戻る時までちょっと待ってよって思ったら、こういう悪い言い方、なんか俺噂に聞いてんけど、森下君が去年やったかな、 J3100 試合出場なんかあって、で普通セレモニーするやんか、なんか恥ずいからいいですみたいな断ったって聞いてんけど、いやまあまあそうっすね、まあ、そのタイミングも奥さんもいなかったし、する人もおらんかったから恥ずいからいいです、もっとこう200-300と行った時には盛大にしてほしいです、ね、一応今度山口君が J3100 試合のセレモニーやる予定なんだよ、一緒に出とく、なんか、いや、あいつは大丈夫です用意したくもなんか、前やってなかったんで、で、いや、大丈夫です、大丈夫、そのうち、多分200ぐらいあるんで、まあ、土井ちゃんにじゃあ、お願いします、あ、俺が花束持ってって、はい、いや、俺好きですよ、どんだけ俺人前に立つの好きやん俺、どんだけ出たがりや、人前に立つの好きやん、仕事でやってるだけやから、試合とかも入ってきたやろ、本当はまあ、確かに、俺が決めてんのは、昇格するやんか、で監督とかベンチの選手がブワーってピッチ行くやんか、俺そこ追い越していこう思ってるからほんでめっちゃ怒られるかもしれんけど、そこを倒すのも、関係ないもん、ね、怖い怖いみたいな、絶対怒られるけど、次節のホームゲーム5月27日土曜日、福島ユナイテッド FC と対戦いたします。で、マッチスポンサーに愛媛飲料さん、まあ普段からお世話になっているポンジュースのね愛媛飲料さんついていただくんですが、なんとですね、皆様お待たせしました、この試合から勝利後に、愛媛 FC の伝統もち巻きを開催いたしますんで、勝利後に、まあ多分いつもの場所、まあ詳しくはホームページリリース出ますんでチェックしていただいたらなんですけど、もち巻きやりますんで、でやっぱもち巻きって選手何人か出てもらうんやけど、俺ちょっとじゃあ2人呼ぶわ、一応俺が担当やから、はい、やっぱ松田君とかね、そのゴール決めた選手になりがちやけど、こう2人呼ぶから逆にね、うん、2人呼んでうわーやってくれる、いや、しますよ、そら、あ、やってくれる、読んでくれたらやる、オッケーオッケー、はい、まだ読まなかったらスネオまだスネオまだスネオだから、スネオだから、スネオだから、実はやめてよかまってちゃんなのよ、いや、全然わかりました、じゃあちょっとぜひね、もち巻き皆さん楽しみにしていてくださいということで、スタジアムでぜひ熱い応援をよろしくお願いします。せーの、ドイーネ、みんなで愛媛 FC を応援しよう、ファイト愛媛 FC。